こんにちは、フジムスタジオの加藤です。今回は2024年8月29日から31日まで幕張メッセ国際展示場で開催された第60回ジャパン DIY ホームセンターショー2024に行ってきました。これはホームセンターなどで販売されている DIY 関連の商品やサービスを取り扱うメーカーさんや商社さんが500社以上集まる展示会です。出展されていた八甲さんのブースでは、ハンダ好きで作る紙飾りや光るキーホルダー、木や川に絵を描くウッドバーニングの体験、ヒートガンで作ったクリエイターさんのレジンアートなどが展示されていましたので紹介いたします。電子工作を始めたいけどおすすめのハンダゴテは何だろうとか、マトリオシカに模様をつけたいけどおすすめのハンダゴテはどれだろうと思っている方に参考にしていただければ幸いです。 FX888DX というステーションタイプのハンダゴテシリーズになります。カラーラインナップとしては従来ありましたブルーイエローのタイプとシルバーのタイプに加えて、今回イエローのカラーリングもラインナップに加えさせていただいています。用途としましてはホビーの電子工作であったり、実際に工場でものづくりをされるお客さんが使っても使える性能、幅広いお客さんが使っていただけるようなハンダゴテとして FX888DX というものは出させていただいたような形になります。電源の方入れさせてもらいます。でデジタル表示になってまして、設定温度が最初に表示されまして、で実測温度がこう上がっていくというような形になっています。設定温度に到達しました。ヒーター性能としては通常タイプが 65W になってます。このような形で、まあ、基板のハンダ付けですね、という形でスムーズにハンダ付けをしていただきます。様々なアプリケーションを使ってもらうことで、ツイーザーの両側が温まってこうチップ部品なんかを取るホットツイーザーであったり、こう後ろからハンダを通して手元にハンダを片手で供給できることで、まあこう部品を押さえながらハンダ付けできる片手送りのタイプ、 95W っていうハイパワーのあのハンダゴテも接続できるようになってますので、大きい部品で熱容量の必要なコンデンサーであったり大型部品の取り付けをしてもらうときに使ってもらえる、このロータリーエコーダーを採用してますので、まあ、温度設定であったりは非常に簡単に行えるようになっています。つまみを回して温度を設定して、でプッシュすることでその設定温度になります。350度設定しているものが実際の温度計で先端の温度を測定して350度出てるかどうか、実測したら340度しか出てなかったといったら、表示されている温度よりも実測温度が10度低いということになるので、したらこれを長押ししてアジャストモードに入れまして、でこれを340度でやると実測温度が350度に上がる、逆に高かった場合は350度設定でしっかり350度が実測温度として出るように下げていくと。従来こちらのアナログタイプの FX600 というこういうダイヤルで温度設定を変えるようなタイプのものを発売してまして、かなりヒットをいただいているような商品になりまして、アナログ表示だったものをデジタルに進化させたのがこちらの FX600 電源になります。で実際に電源の方入れてみます。このような形で実際に温度が上昇していくところも、はい、表示されていきますので、これの最高温度は540度まで設定できます。で今のように上のロータリーをこう回して、で変えたい温度に設定するときはプッシュする形で設定温度にまた温度が変わっていく、逆に下げるときも同じようにロータリーを回してプッシュすることで設定温度に下がっていく、で実際に使えるタイミングになるとこちらの LED が点滅するというような形です。で実際にハンダの方を使って、セラミックヒーターで 50W のヒーター能力がありますので、実際にものづくりの工場とかで使われているようなハンダゴテと同等の性能を 100V 電源から入ってくる電気で家庭用でも使っていただけるようなハンダゴテとして開発されたもの製品になります。スリップ機能は1分間から29分の間で設定された時間、こちらの固定台に置いたまま保持しているとスリップ機能に入るようになっています。
スリープ機能の時は200度になります。電源落としていただいて小手先が冷えた状態になったら、こちらのキャップが標準でセットされてますので、このような形で持ち運び時も小手先を痛めたりとかしないように持ち運んでいただけることができます。ステンドグラスの技法を使ったアクセサリー製作になってます。でガラス自体はハンダ付けしてくっつけることができないので、こういう銅のカパーテープと呼ばれるものになるんですけれども、銅のテープをガラスに巻いてこの銅をハンダ付けをしてくっつけるっていう形になります。で小手先はこういうようなちょっと太めの小手先を使って作業します。銅のところをハンダで埋めていくっていうような形でいきます。こうハンダの量を使うので、ハンダの方もこの 1.6 倍って一番太いハンダで作業します。で最後にこのヘアコームを、裏側のところにこう当ててつける。これ材質が鉄になるので結構ちょっとハンダ付けしづらいので、このフラックスを必ず使ってやります。身につけるものなので鉛の入っていないハンダを使うようにしてます。最後もまたフラックス使ったので、水で拭き取って一応完成です。オリジナルのマトリョーシカ製作をしているマトリョーシカ作家のターニャさんという、日本人の作家さんなんですけれども、焼いた線とあと色をつけるところと組み合わせて作品を製作されています。焦がした線でいろんな形の模様を描いて、その線を生かすように色をつけてらっしゃいますね。いろんな木の端材をその形を生かして自分でちょっとカットしながら、まずこう木を組んで形を作ってから、その後そのウッドバーニングで線や顔を描いたり模様を描いて、で最後色をつけて仕上げているという作品になります。マイケアルファの方は結構電源入れて割とすぐにもうペン先熱くなりますので、はい、本当に使わないときはこまめに電源切っていただいても全然大丈夫です。はい、マイペンの方はちょっと温まるまでに時間がかかるので、ここがスイッチになるんですけど、ここのランプが点灯したら温度が達成して使えるような感じになって、大体1分以内には使えるようになります。素材を焦がして描くというものなので、木が一番多く使われてはいるんですけれども、革だったりあとコルクのコースターとかそういうのに書いたりとか、ペンとかシャーペンとかもこうグリップがついてるものとかあると思うんですけど、やっぱりあそこを持ってちょっとゆっくりめに動かさないと綺麗に線が出ないので、持ちやすい形状に、はい、なっています。線は軽く当ててゆっくり動かすと綺麗な線が引きます。あとペンを立ててトントンとこう置いていくと、綺麗なドットも簡単に描くことができます。あとはまたペンを寝かせてくるくるっとこう軽く木に木を撫でるような感じでこう当てていきますと、これ淡いぼかしたような表現を描くことができます。でも速度によって濃い色を作ることもできます。本当に早く温度もちょっと低くして調整すると本当に淡い色とかの表現もできます。ではペン先の種類もいろいろあるので、その付け替えることによってもいろんな表現を楽しむことができます。例えばこれでこうですね、こういうふうにハンコでスタンプで下書きを押します。でもうここに今電源が入ってペン先が熱くなってますので、こう軽くこう木に当てるともうこうやって焦げていきます。
あまり力は入れないで軽く当ててゆっくりめに動かすと綺麗に焦げます。焼きつぶしたいときは少し斜めにしてこうくるくるっとこう動かすとしっかりと焦げます。他にもこうやって線を重ねて塗りつぶすこともできます。ちょっとほっぺをじゃあ入れてみますね。ちょっと早めにくるくるっとこう動かしていくとこういうちょっとぼかした淡い線表現もできるんです。こういう表現入れるとちょっと柔らかい印象が出たり、あとまあこう足元に影みたいにもつけたりとかそういった表現もできる。こういうのをもっと細かく細かくやっていくとちょっとこう立体感のある、はい、絵にこうレベルアップしていくので、こんな感じで、はい、シマエナガの絵が完成しました。ヒーティングガンの FV310 という製品になります。で、従来ですね、ヒーティングガンに関しては塗料の乾燥であったり樹脂の曲げ加工であったりっていうようなところで使っていただくことが多い製品になるんですけども、こういうレジンを使用した波のアート、こちらにある白波の部分なんですけども、白いレジンをこう垂らしまして、でヒーティングガンで熱風をかけてあげることでこの白波が立っているような加工をされた作品になっています。この作品をお貸しいただいたのがモアニクリエイトさんという名前で活動されている糸井様からこちらの作品を実際にお借りしまして、実際に作業されているところを見ていただけるようにさせていただいています。2段階スイッチになっているんですけども、上まで上げると熱風が出るようになっています。局所で加熱したいときにはこのようなノズルホルダーという製品がありますので、こちらを装着していただいて局所加熱にご使用いただくことも可能です。温度と風量の調整が無段階でできるような製品になっています。温度設定、ダイヤルを回すことで温度を上げたりですね、あと風量もこちらのダイヤルを変えることで上げることができますし下げることも可能というような製品になっています。こう置いて上で作業するっていうこともできますね。塩ビの棒とかをこう加熱してここでこう曲げたりとか、アクリルの板とかをこの上でこう炙ってこうちょっと加工したりとか、はい、そういうこともできます。ヒーター自体はかなりパワーのあるヒーターを使ってるんで、ご使用いただいた後は基本的には中間にスイッチを戻しますと送風になるんですけども、送風を90秒以上してクールダウンしてから電源を切っていただくように。熱風からこの送風に下げた時は多少熱いですけども、その後はもうヒーターをただ冷ますためにただ空気を送っている形になるので、多少あったかい空気は出ますけども、すぐ熱いというわけではないですね。いかがでしたでしょうか。電子工作の他にマトリョシカのようなウッドバーニングやヒートガンを使ったレジンアート、ガラス玉を使った髪飾りなど、ハンダゴテ、ハンダ機器を扱った DIY がたくさんあり、自分でもいろいろ作ってみたい気持ちになりました。今回の動画が参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。それではまた。